そうですね。そうですね。続いて森田ひかるくん、田村から、はい、私がいっぱいいっぱいになっている時に森田だけが気づいて後ろからそっと何も言わずに抱きしめてくれた。ひかるはよく周りを見ていて気づいてそっと手を差し伸べてくれる、はい、あったんだそんな時が。そうなんですよ。なんかみんな本当にひーちゃんはあの本当にちょっと待ってくださいね。どうされました。ちょっと待ってくださいね。私がなんかちょっといっぱいいっぱいでふんふんってなってる時に、なんか特に何か言うわけでもなくポンポンってしてくれて、それが本当に森田の優しさだなっていつも思います。すごいね。気づいたとしてもそれできないもんね。バックハグはうちの相方結構やってましたけどね、瞬間的に瞬間取られてましたけど、ちょっとそのなんか田村から感じて。そうですね、なんかその日の朝からちょっといつもと違うなと思っていて、でやっぱすごい連日続いてたので、ちょっとしんどい。そうですね、なんか、まあ、ちょっと力になれたらいいな。でも結局その時って連日続いてることは森田もしんどいわけでしょ。本当っすよね。なかなか気づかないですよね。